あなたと私の DKG をタンパク質とミネラルが豊富な卵、この栄養を丸ごといただける卵かけご飯 TKG を県内の飲食店が美味しくアレンジしたら、今日は青森市から ABA の社員食堂監修の TKG。 材料はこちら。タレに使うわさびの量は好みで調整してください。今回は包丁もまな板も使いません。キッチンバサミを用意しておいてくださいね。まずはタレを作りましょう。醤油、水、砂糖、わさびを混ぜておきます。続いてハサミを使い、水菜を1センチの長さに切って水洗いしておきます。ご飯の上にしらす、水菜を乗せて卵を割り入れてください。こちらが ABA の社員食堂監修の TKG。 食べる前に特製のタレをかけて召し上がれ。シャキシャキ食感が楽しい水菜にはビタミン C や体の成長に欠かせないとされる栄養素カリウムが含まれていて、育ち盛りのお子さんたちにうってつけの食材です。おかわり喜んで。レシピは ABA の公式インスタグラムまたは公式 YouTube チャンネルでも公開されています。ぜひチェックしてくださいね。